板山雄太郎は、神奈川県横浜市鈴木区出身のプロ野球選手、右と左打、阪神タイガースに所属。小学2年生から野球をスタート。当初のポジションは三類種だった。中学生時代に中本牧シニアい所属した後に、成立学園高校へ進学。一年夏から二類種で、レギュラーに定着したが、春夏とも甲子園球場の全国大会への、 出場はなかった。アジア大学への進学後は、2年秋から外野手に転校すると、3年春からレギュラーに定着。4年生の時には、東都大学一部の春季リーグ戦で打率、364を記録すると、秋季リーグ戦では、レギュラーとして、チームの優勝に貢献した。リーグ戦では、通算65試合に出場。打率、287、5本類だ。 20打点という成績を残し、外野手部門でベストナインに3度選ばれている。2015年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから6巡目で指名。契約金3000万円、年俸720万円という条件で入団した。背番号は63。ドラフト指名の直後には、アジア大学の選手として、第46回明治神宮野球大会に出場。 立命館大学との準々決勝では、桜井俊樹からの内野安打で、前制点につなげたことをきっかけに、チームを勝利に導いた。早稲田大学との決勝では、無安打に終わったものの、得点につながる儀打で、チームの優勝に貢献した。2016年には、春季キャンプを2軍で過ごした後に1軍へ合流すると、オープン戦にも出場した。 レギュラーシーズンの開幕を2軍で迎えたものの、4月22日の、対広島東洋カップ戦6回表に、代打で1軍公式戦にデビュー。5月1日の対横浜 DNA ベイスターズ、戦に1番左翼手として、スタメンに起用されると、3回裏の打席で、敵地2塁打を放って1軍公式戦初安打、初打点を記録した。5日の対中日ドラゴンズ戦では、 福留康介の積極的休養に伴って5番右翼手としてスタメンに起用。阪神の新人選手が一軍公式戦においてクリーンナップでスタメン出場したのは1997年の今岡誠以来19年ぶりである。7月14日のフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜の5番右翼手としてフル出場。 長谷川淳からのソロ本塁打で、チーム唯一の得点を記録した末に、優秀選手賞とホームラン賞を受賞した。一軍公式戦では、通算40試合の出場で打率、236、5打点を記録した。2017年には、ワールドベースボールクラシック本大会開幕直前の3月3日に、京セラドーム大阪で模様された日本代表との強化試合で、 適時2点打をマーク。しかし、1軍公式戦への出場はわずか3試合で、3打席3三振を喫した。2018年には、レギュラーシーズンを2軍でスタート。ウエスタンリーグ公式戦では、この年から2軍監督へ就任した、矢野洋大の方針で、開幕から4番打者に抜擢された。実際には94試合に出場。リーグ最多の98安打。 規定打席到達者としては、チームトップの打率、281、5本塁打、36打点、14盗塁という、成績で、2軍の8年ぶりリーグ優勝に貢献した。また、本職の外野手としての出場が29試合に、とどまった一方で、47試合で2類、16試合で、遊撃、13試合で1類、2試合で3類を守った。 一軍でも5月12日にシーズン初の出場選手登録を果たすと当日の対広島戦に6番二塁手としてスタメンに起用。5回表の第二打席で一軍公式戦の初本塁打を大瀬良第一から放った。一軍公式戦での本塁打はこの一本にとどまったが通算20試合の出場で打率257と3打点をマーク。 シーズン終了後に結婚した。2019年にはウエスタンリーグ公式戦108試合に出場。前年に続いて規定打席へ到達するとリーグ9位の打率247位体の7本塁が40打点7盗塁を記録したが入団後初めて一軍公式戦への出場機会がなかった。このためシーズン終了後には埼玉西部ライオンズから 海外 FA 県の講師を宣言していた秋山翔吾の自主トレーニングに参加。自身と同じ左打ちの外野手である秋山の下で打撃フィームの改造などに取り組んだ。2020年には春季キャンプから2軍で調整。ウエスタンリーグの公式戦ではシーズン終盤の10月中旬まで67試合に出場すると打率258、3本塁だ。 23打点を記録していた。同月に入ってから出場5試合で通算打率。500と好調なことを背景に、10月18日の対東京をヤクルトスワローズ戦で2番二塁手として、スタメンで一軍公式戦へ2年ぶりに出場。1回表の第1打席からの2打席連続安打で、チームの勝利に貢献した。 もっとも一軍公式戦全体では5試合の出場で打率167に終わりシーズン終了後の11月27日に推定年俸800万円という条件で契約を公開スイングスピードの速さと身体能力の高さが持ち味の走行種にバランスの取れた外野手大学2年時の春季リーグ戦までは二類手で半身入団後は 外野手の層が厚いチーム事情から出場機会を得るため二塁や三塁の守備も練習。一軍の公式戦で二塁手や三塁手としてスタメンに起用されたこともある。アジア大学4年生の時にチームがアスリートの平岡幼児代表とトレーナー契約を結んだことから平岡の指導で身体能力を大幅に向上。阪神入団直後の新人体力測定では 測定対象7項目中4項目でトップの数値を記録したほか体幹の強さを測るトランクローテーションで1 4 0 0ラムを計測した。阪神球団では2015年ドラフト会議の直前まで指名選手を5人程度にとどめる方向で編成方針を模索。板山が直近の東都大学一部周期リーグ戦を低い打率で終えたことや打席で 相手投手からの投球のタイミングを待つ間に、ヒッチを見せていたことから、当初は、板山の指名を見送る予定だったが、板山の身体能力の高さを、平岡から伝えられていた金本は、会議の当日に、板山の指名を決断。阪神球団も、当初の方針を変更した上で、板山の6巡目指名に踏み切った。阪神への入団後は、自身と同じ年齢、うと左田の外野手で、 同期入団の高山俊を意識したコメントをこと、あるごとに発している。2016年5月6日の対東京ヤクルトスワローズ戦後に、岩沢優太と揃って、自身初のヒーローインタビューに臨んだ際には、阪神ファンに向けた自己アピールを兼ねて、ルーキーは鉱山だけじゃないので、応援よろしくお願いしますと叫んだ。ありがとうございます。